いい感じいやマジでこの通りに切てたら絶対勝てるいけますねねえ絶対勝てるこのとりやったらマジでうまいわボタン押すのが早いいやーじゃまた次来週の月曜日練習しましょう一緒に格逃がしてくれない <laughs> 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 でもね10月の頭に我々アークあるんですよ実は<う>らしいですねアークあるんですよ、はい なんか前も1回ありましたよねこれねこれルールとかも言っていいって言われてるんだよなちだねあちなみにアークは今回は協力プレイっすよ MMO みたいな感じ全部で全員で1つの町に住む町に住むっておかしいけどあのまあ要はなんかコアがあって コア,コアなのか何なのか分かんないんだけど、まあ、要はコア的なものがあって、まあ、それがちゃんと用意されたものなのか、なのかただの,その床なのかは分かんないんだけど、そのかコアがあって、そこからこう棒で伸びていくのよ、土台が。土台が伸びていった先に各拠点がある感じ。あ、規制マップのはず。なんか新しく出たやつ、なんだっけな、マップ。忘れた、名前。あの、馬のマップかななんか馬の銅像とかあるやつ。場所。 割と新しいやつかな多分。あ、フィールドかな確か。で、恐竜がフェニックス以外がほぼいて、で、これマジ重要なんだけど、あ、いや、これ、この情報は後にしよう。えっと、さっき言ってたさ、コアがあって、で、コアから土台が伸びてった先に、こう、街ができていくというか、こう、出てくんだけど、定期的にね、レードが来ます。恐竜の。恐竜レードが来ます。 それを、みんなで耐える。まあ、だからそこはそう、セブンデイズ・トゥーダ的なシステム。ただ、その、明確な時間とかは決まってないから、まあ、そこは多分流動的になると思う。あの、その、GTA とかもさ、あの、この時間は犯罪し,しないでくださいねとか、やっぱ人のが多い時間とか少ない時間とかあるじゃん。な、ま、そこの辺は、まあ、なんかちょっとその、調整しつつみたいな。で、えっとね、一人が捕まえれる恐竜が、2体。 そうだからね、協力絶対しなきゃいけない。職業みたいな感じになる。だから一人じゃ鉄取れないとか、一人じゃな、何々できないがめっちゃ出てくる。で、源泉もない代わりに、恐竜のレベル上限がめちゃくちゃ高い。でもそもそも、恐竜が145と150しかいない。野ら、ら脇が。で、えっとね、レベルがね、いくつまでいくっつってたかな,なんか ?500 とかまでいく。で、めちゃめちゃ強くできる。 だから後輩がいらない。で、代わりに、代わりに、あのー、テームが登倍いや、今んとこっていうか、俺が聞いたラインまで。で、まあ、でも今のアークってテーム登倍って言ってもしょうもないから、まあ多分かかるっつっても10時間とか20時間とかでしょ。しょうもないから大丈夫よ。しょうもない。俺がやってた時のアークはやっぱり、ギガノとト捕まえるのに3日間かかってたから、 で、まあ、一応、めっちゃ手順を踏んで、手順を踏んで、あらかじめ用意してないときついんだけど、恐竜が死んで死体が残ってたら復活させられる。その必要なアイテムとかもあるんだけど。要はさ、その自分が捕まえた恐竜がさ、それこそさ、まあ、極端な話、ギガノトとか多分捕まえるのに10時間以上かかると思うんだ。がさ、あの、 モンスターボールとかのさ、文明に行く前に、自分がログインしてなくて、外で放置してるタイミングで、そのさっき言ったレードが来て、死んだりしたら、ま、さすがにちょっとさ、配信者のコンテンツとして微妙じゃん。まあ、だから、そこは、ま、生き返らせることができるよって感じ。で、一度捕まえた恐竜を、意図的に逃がしたり、殺したりするの禁止です。 ちなみにね、もうね、なんかテストプレイしてる。えっと、もう今日8日目とかじゃないかな、テストプレイ。あ、ま、まだ続けてたらだけど、俺が見た段階で5日目だった。あ、で、そう。さっき言ってたさ、村を作るって言ったじゃん、みんなで。で、それ以外の場所に建造物を置くの禁止だから、あの、罠はめできません。ただ、はめるのは OK。地形はめと、例えば恐竜ではめるとかはあり。 だけど、あの、建造物ではめるのなし。それでね、5日目でね、ギガノと捕まえてたっつってたね。5日目でやっとギガノと捕まえた人が一人現れたって感じだったかな。なんだっけな、ティラノとかね、あの、あいついたじゃん、メイウェザー。メイウェザー3体とかで壁際に追いやってなんか体ではめて捕まえたみたいなこと言ってた気がする。 そう、なんかそういう感じので、あと、マップの至るところに、ダンジョンのボスがいる。だから、あの、なんか、変な、マンティコアみたいなやつもいたし、えー、っと、あと何だったかなあの、なんかワイバーンみたいなやつとかもいたし、あと、アルファワイバーンとかが普通に良ラきしてたね。レベル200とかの。いや、初心者きつくないと思う。あの、要はみんなでやって、みんなで絶対に協力をしなきゃいけないから、初心者も、 一緒にその上級者の輪に入るのがもうほぼ必須なんだよね。だから例えばさ、そう、鉄を取れるアンキロを捕まえたのが初心者だとしたら、そのアンキロを持ってる人がいないと、そもそも鉄が取れないからそう、上級者も初級者の恐竜に助けてもらわなきゃいけないし、恐竜の譲渡もなし。なはず、なはず。ちょっと待って、そこは俺確認してないけど、意図的に逃がすのと殺すのはなしだから多分なしなはず。だね、結構ね、一番最初にね、 あの、なんだっけ、パキケファロとか捕まえちゃった人いたとか言ってたね。まあ、なんかその人はね、結構上級者で、まあ、半分ネタで捕まえたみたいなんだけど、なんかね、捕まえたら捕まえたで、なんな、なんだっつってたかなあ、そうだ。えっと、なんかね、クモみたいな恐竜がいんのよ。あの、手持ちの恐竜を餌にして捕まえる恐竜恐竜っつうかま、あの、クモみたいなやつ。そいつの餌にしてそれがそいつになってたね。 なんか細い雲みたいなやつ。なんかあのスパイダーマンみたいな感じでグラップリングフックみたいな感じであの壁とかに糸飛ばしてそこにペターって張り付いたりできる割と何でもできる強いやつだっつってた。ね、でもね、なんかカンガルーとかなんかを捕まえた人もいたらしいんだけどやっぱね、日にちが経つと愛着湧くらしい。いやでもね、一人俺三匹にしていいんじゃないかって言ってた。 意見もあったんだけど、俺ね、3匹にしちゃうとね、一人で何でもできちゃうと思う。正直、上級者が。まあ、何でもは無理かもしんないけど、やりたいことほぼできる構成にできちゃう、多分。上級者は。戦闘用、飛行用、ファーム用、みたいな感じのができるから。2と3でってね、多分、だいぶ変わる。ファーマー何のためにするあ、だからその、えっと、レイドが定期的に来るから、そのために拠点を強くしていかなきゃいけない。 最初の、その、だんだんウェーブによって強くなってくらしくて、ウェーブの強弱があって、石壊せるやつとか、上の方に行ったら鉄壊せるやつとかも全然襲ってくるっぽいから、ちゃんと、そういうのを、の防衛しなきゃいけない、感じだね。コア破壊っていうのはないんだと思う。えっとね、コアを破壊というか、コアみたいなの建物を、あ、違う、そうだ、恐竜の仕様が、その、冷凍してくる恐竜の仕様が、 えっと、建造物をめがけて攻撃してくるらしいからだからその町以外に建造物を建てないでくださいねっていうのはそれも含まれてるらしいただ使用上建てれたはずあもうここは紳士協定じゃないけどお願いする感じになるんじゃないかな確かいや町は1カ所しかないもうだから1カ所に全員がいる感じまあ1カ所って言ってもその大きさは俺もわかんないけど俺が見たのは えっと、普通に十字キーみたいな形に街が伸びてたね。真ん中にコアがあって、上下左右に土台が伸びてて、その先に、ま、街っていうか、ま、ちっちゃい拠点みたいなのが4つある感じ。だから円にしたら1個なんだけど、細かい区画で分かれたら、えっと、4つ街がある。けど、ま、言うてその、端から端まで歩いて30秒とか、そんぐらいのサイズだけどね。俺が見たのはね。そこは参加者の人数とか規模によって、あの、大きさは変わっていくと思うけど。 pvp なしの予定。でも、なんかね、攻撃自体はできちゃうっぽくて、いや、こうや、攻撃はできないんだけど、要は一つのトライブに全員、あの、全参加者全員が入るみたいな感じになるんだけど、あの、ほら、毒のワイバーンとか使うときはマジ気をつけてね、みたいな感じ。それで多分、恐竜とか人が死んじゃう。そこはね、向こうにはでき、するのちょっとむずいっぽい。 そうだからそういう協力ゲーみたいな、まあ要はラストとかに近い感じの、まあセブンデイツ・トゥダイも結構近いのかな。前やったラストあったじゃんな。要は PVP なしでさ、あの、いろんな場所にそのめっちゃむずい、まあ、ダンジョンなり何な,なりがあってみたいな感じ。レードは予告あんのかなどうだろうあ。まあその辺はなうまくやるって感じなんじゃないかな。 あの、あと、普通にブループリントも自分たちで集めなきゃいけないから、あ、あと、そうそうそう、あのね、弱い恐竜を捕まえなきゃいけない人もいて、何だっけ何の恐竜捕まえなきゃいけないんだけどあの、特急キブル作る係とかね。あ別に必須じゃないけど、まあ、いたりしてもそういう、なんだろうな。役割としては存在するみたいな感じ。いやいや、まあ、可哀想っていうか、そこは自分の選択だから。誰もやりたくなくて、誰も捕まえてないんだったら、まあ、存在しないになるんじゃない だからその存在しない中で多分やっていく感じになるんだろうね。チームとかないだからもう全員一緒だから。そこはもう多分流れで自然と決まっていくんだと思うよ。居住区画が。マジねーこの話してるときに聞いたんだけどさ、進撃の巨人のもっとあるらしくてさ、まあ俺、もっと基本反対派だからあ、いや、あのアーク自体に存在してるって話ね。 アークのっに存在してるってる話なんだけどさで俺マジで反対派でそういうのって基本違法じゃん違法っつうかまあ許可なんか得てるわけないじゃんでまあこういう公式のイベントでやったら余計できるわけないじゃんだけど状況的にさみんなで街に住んでてさ城壁作ってってさ目の前の山からヌーって50メートル級の何かが出てきたらめちゃめちゃおもろそうではあるよなその時人類は思い出しそうだよな まあ、巨人が発生してるとき街からギアさんが消えてるんやろうな。ライナー係か。ライナー、ライナー係なのにサイズはベルトルト。かなり面白そう。だからメインは、ファームして拠点を強くし,しつつ、ダンジョン攻略メインになるのかな。だってさ、 ダンジョン行くときってさ、サバイバー10人とさ、恐竜何体だっけ ?15 体だっけ ?20 体だっけとかだよね。一人2体制限なのにさ、やるのマジきついぞ、多分。ティラノ以外で、ダンジョン、ダンジョンつうか、あの、あれ、あれ行くことになるぞ。マージできついと思う。後輩は、一応やろうと思えばできる。 えっと、生まれる寸前の卵を持っといて、その卵が生まれた瞬間に、恐竜をまだ2匹所持してない人に譲渡だったらできる。けど、そもそもレベルが、上限が400とか500だから、後輩をやる意味がほぼない。えっと、覚醒遺伝狙うぐらいかな。でも、覚醒遺伝を狙ったところでなんだよな。レベル上限が通常より高いっていう時点で、まあ、ぶっちゃけあんまり関係ないレベルかな。 だから、状況的に、あえてそれを狙って、例えばグループ内とかで、恐竜を一体しか所持しない人を、でも5日目とかまで多分それ人一匹になるからね。雰囲気的に。なるか、その新規で入ってきた人に渡すかだね。多分。そうだよ。だから一番最初に移動用でとりあえずプテラ捕まえるか、つってプテラ捕まえたらもうそのプテラ一生プテラだからね。死ぬまで。そのプテラが死ぬまでプテラ。 プテラに乗らなきゃいけない。そうなんだよな。プテラ対人マジ強えんだけどな。そうなんだよな。前回は俺プテラでだいぶ人拉致しまくったんだけどな。あ、そう、飛行速度はいじれない。飛行速度レベル500とかでいじれ始めたらね、多分サーバー壊れる。てか多分その人のね、アークが壊れちゃうんじゃねえかな。そう。楽しみだね。